お疲れ様でした。終わってみればロスケでどうですか。前半スタートから後半のあのアシスト、すごかったですね。スタミナがすごい。そして加藤監督になって、初めての防御になりますけれども、この辺どんなお話がなされて、この試合が受けられたんでしょうか。この後天皇杯続きます。そして7月の中旬からは、リーグ戦も再開します。この辺の意気込み、そして、サポーターの皆さんへのメッセージ、最後お願いします。いい準備して再開の100%の声援を頑張って応援をお願いします。期待します。伊藤純也選手でした。